どうも、バタヤンチャンネルでーす。今日はですね、コメント返しの続きを、ブンブンチョッパーで、この、私、卵のあれやるやん。卵の、具沢山卵焼きの具、前回作ったけど、それをやりながら、コメント返しをしようという。仕込みね、私の中で仕込み。で、私、これ、この前見返してたら、何個か飛ばしてたわ、質問あったのに。まず一つ目、とやりながらね。まず一つ目。偽りはありましたかっていう質問。ありました。あれ、偽りも大変やで。私はもう、蓋開けたら、そこまで偽り大変じゃなかった方やけど、こうなったら。こうなったら私はそこまで大変な方じゃなかったと思うけど、友達とかは、座りひどい人はもう何にも食べられんねんて、ほんまに。ほんで、お水も飲まれへんねんて。ほんで、お水も飲まれへんし、唯一飲めるのがウーロン茶やねんけど、よくカフェインあかんって言うけど、もうお水も飲まれへん、なんか知らんけど、体が受け付けるのがウーロン茶だけやねん。しかも、そのメーカーが決まってるらしいわ。どこどこのウーロン茶以外飲まれへんみたいな。ほんで、その子は、友達は、分、言うたら、つわりって何ヶ月になったら収まるとかよう言うけど、その子は、もう、つわりが、何やったかな、分娩台上がって、まだお腹に赤ちゃんいるやん。分娩台もうすぐ生まれるって言って、分娩台上がってもまだつわりやって気持ち悪かったんて。で、お腹から出たら、つわり治ってんて。だから、そんなつわりひどい人もいてんのよ。なんか入院、つわりがしんどくて、入院する人もいてるぐらいだからね。で、私のつわりは一人目は、なんか船酔いみたいな感じ。うわ、気持ち悪いみたいな感じで。んで、一個ね、テレビでマグロの解体ショーやっててんやん。マグロの解体ショーを見てたら、なんか知らんけど、マグロの匂いがしてきた感じになって、うわーって気持ち悪くなった時、踊ってるわ。もううわーってもう、あれはほんまとんでもない。あと、マネージャーと喋ってて、マネージャーの声が、いつも何にも感じへんのに、すっごい気持ち悪く感じて、マネージャーの声。それがもうわからなくなった時もあったな。だから、つわりも早く収まるとかなんか言うけど、どこまでがあれかわからへんね。多分、つわりはありましたかって言ったら、今つわりかもしれんけど、いつかは終わるけど、そのいつかがしんどいんだよね。本当に。なんかだんだん適当に来てるけど、これええんかな、これで。いけるよな、ね。ちょっと太すぎる気もしてきたぞ。なんか調子乗ってきてしまってる。ほんで、いつもはさ、あれ入れてんねんけどさ、豆苗入れてるけど、今日ピーマンするわ。もうピーマンでも分かれへんのちゃうかなという子供たち。で、二人目のもう忘れたなぁ。あったのはあった。で、二人目のつわりはあんまり覚えてない。三人目のつわりは、とんでもない気持ち悪いつわりやってん。ほんで私、うわ、終わった。これ一ヶ月ぐらい続くの私これ耐えられるかなと思ったら、とんでもないつわりやったけど、三日で終わってん。助かったわ。私、あれが、あんなの身動き取られへんぐらいしんどいのが、あれ一ヶ月も二ヶ月も続いたら、あれはちょっと無理やったなぁ。という話。だから、つわりはね、もうほんま、だから言ってたわ。そのな、つわりがひどい、ウーロン茶しか飲まれへん子がな、その旦那さんが、あまりにも何にも食べへんけど、ほんまお水も飲めへん、もうウーロン茶もちょぴっとしか飲めへんし、でも水分取れんのはウーロン茶だけやな。だからもうほんま、体心配して、なんかハンバーガー買ってきてくれてんて、なんか高い、一個千何もするハンバーガー。その子言うたらさ、水も飲まれへん子がハンバーガーなんか食べられるわけないやん。よりによって何でさっぱりしてんねん。そんなハンバーガーやんと思うねん、高い。でもその旦那にしたらちょっと高いやつやし、ちょっとね、ちょっとでも栄養つけて喜んでもらえるかなと思ったんちゃう。ほんで、その子が、旦那さん、わざわざ買ってきてくれたし、ありがとうって言って食べてんて。無理くり。いやいやけど、ほんまは。ほな、もう気持ち悪くなって入りしまってんて。ほな、その旦那が。めっちゃ機嫌、怒れへんけど、せっかく買ってきたこんな高いやつを履くなんてって、すごい機嫌が悪くなって、すごい嫌だったっていう話聞いて、
あんたとんでもない船酔いの時ハンバーガー食べれんのかと思ったけどな、ほんま。だからそれがな、分かれへんのはつわりがない男の人には。ほんとに。だからどんだけの大変かってことだよな。でもなんでなんねやろ、なんか。体、もうこんだけ切ったらもうあと分解すればいいだけかいな。早い。詰めてまだまだ全然切ってるで。よしと、これが下。ほんで、あともう一個は、あったのが、36歳、ごめんね、それ名前ちょっとメモるの忘れちゃった。36歳、独身の女性から。ずっと婚活してたけど、なんかもう、なんかできるような感じもなく、で、追い込み込みてたら可愛いからいつか結婚して子供欲しいと思ってたけど、もう諦めてますみたいな感じね。見てる？見てみようか。諦めてますって。で、独身、結婚しないで独身でいる女性のことをどう思いますかっていうのと、あと自分が親として自分の子供、子さんが独身だったらどう思いますかっていう。なるほどなーって思うよね。まあ私はこんな仕事してるのにありがたいことに結婚できたから、ちょっとこんな真剣な話やけど、もうちょっとさせてもらいます。ごめんなさいね。全然回れへん。全然回れへん。やっぱりあかんわ。2個ぐらい取ろうか。3個。切りすぎたんやな、私これ。ほんならもう、ほら、歯がこながって、刺さっとんねん、こなして。歯が回れ。これ半分。勉強になるわ、これ。ブンブンチョッパーは悪くない。私がもういけるんちゃうかという甘く見た、その感じがダメでした。私が悪いございました。で、私の36歳独身。一個思うのが、私友達で独身の友達もいてるし、結婚してる友達も同い年で独身の友達も何人もいてるけど、44ね。まだ諦めてないみんな。まだっていう使い方したらいいけど、絶対結婚するってもう一生懸命頑張ってる。なぜかというと、その子たちは一回、もうええわって言って、一回やめたのよ、もう婚活とかそういう合コンみたいなのすんの。でもやっぱり40になった途端に、やっぱり頑張るってなってん。だから今36歳とか、まあ、年齢も関係あるか分からんけど、今が一番、今日が、なんかあったで言葉で。今日が一番若いみたいな。もう36でもう婚活諦めるんじゃなく、まあもうちょっと頑張ってみてもええんちゃうかなと思うけど、私は。もう44でも45でも頑張ってる友達は私いっぱい周りに行けるから。それこそそれで彼氏できて、結婚まだしてないけど、どうなるか分からへんけど、で、結婚もさ、その、なんかいろいろあるのよ、やっぱり。家庭のこととかさ、親戚のこと、自分の親のこととか、なんで回れへんやん、基本で。なんかもう段取りがええのか悪いのか、ほんとどなってんのこれ。まだ3回目やからな、お許しください。これできるはずやぞ。こんな大事な話してる時にほんま噛み合えへんね、これが。よし、これでいけそう。で、私結婚に行くの違う。なんか取れたぜ。下のゴムか。また剥がれそうな勢いあるよ、これ。よし。結婚イコール幸せじゃないから、私は、ほんまにこの人が、この人と結婚したいって思う人が現れたら結婚できたらいいかなと思うけど、無理くり結婚イコール幸せやから結婚ばっかり考えて結婚するのは私は良くないというか、結局はそれで後悔することも出てくるのかなと思うけどな。
なんかあるやん、よく。借金だらけでしょとか、こんな年悪かったとか、なんかギャンブルがなんとかとか、付き合ってる時に分かれへんかったんかいって思うから。よし。もうちょっとやね。だからもし結婚してなくて私は寂しいと周りから寂しいと思われてなくて逆に独身最高ぐらいになるのかやっぱり結婚したいと思って頑張るのかどうやろうな。結婚して幸せな人もいっぱいあるけど不幸な人もいっぱいいてるやん。なんかもう普通の人に当たってこっちの方が私嫌やわ。自分の娘が幸せな結婚幸せな独身幸せな人生を送ってくれたらそれでいいかなと思う。自分の子供やったらもちろん子供もねえそんな勝手にまあいつか結婚して孫を抱っこするってこと考えてるけど子供が結婚せえへんっていうこともあり得るんやなとこういう話を見て思うけどでもすごい自分が楽しい人生やったらそれがいいな。でもただ一個言っとくけどほんまに36やったらまだ全然若いと思うよ。全然若いよもうそんなもん全然若いよそれ。もう結婚諦める年じゃ全然ないと思うけど私の中でそれはね。ということでその続きです。山下さん、ゆかさんね、いつもありがとうございます。もうこの前飛ばしてたやつと違うやつからいつもありがとうございます。よくくしゃみなどしてますが生放送中にそういった症状や腹痛などに見舞われた場合どうするのでしょうか。皆さんやはり本番に強いんですか。素人の私からしたら緊張ですぐに駆け込みたくなると思います。そもそもここにいつもピンマイクみたいなんて収録中つけんねんけどここを押さえながらくしゃみしたら音入れへんからで自分がモニター見ながら自分が映ってない時にはこうやってここ押さえながらくしゃみするそういう感じかな。緊張したらトイレに駆け込む。そうやっていや緊張したらトイレに駆け込むというよりももうゲロ吐きそうなんや本気で。私さんま御殿のもう前日なんか絶対寝られへんからな毎回しっかり寝た。なんかまた動けへんでしっかり寝たためしないわ。ほんでもギリギリまでもう手震えてるしあれ本番前のところでさなんかあのなんかこうちょっと大きいのあるやん。本番前にさ直前までなんかみんなで円卓みたいなところでお紅茶が出てて紅茶をちょっと飲んでから入っていくっていうのがあんねんけど私その紅茶いつもやったら家で片手で飲むねんでその時絶対両手で持つねん。なんでかったら片手で持ったら震えるからもう絶対両手で震えてんのが周りにバレへんようにで喉からかいからちょっとでも水分と思って飲んでる。とんでもない緊張しいやから私もやっぱな、ある程度緊張感持っていけんとああいうのあかんからな。もう小原さんなんかちっとも緊張せんやろって何やろ。あの人が緊張してるの見たことないわ。羨ましいわ。緊張したくてもできへんって言ったらどういう神経してるの。逆に言ったらなんで緊張しないんだろう。どうやったらそうなれるのかと私は逆に聞きたいぐらい、なんか部分チョップは早いんか遅いんかよう分かるようになってきたのこれ。私が使い方がもうちょっと早くなったらいけんのかな。これだからそういうのは何とでもなりますというよりももう大変ですというトイレに行きたくなったことはないな。トイレに行きたくなった人もんやろうね。お肉とかいつも冷凍しますか。わたさん、わた0214さん
お肉とかいつも冷凍してますが、解凍はどうしてますか？今日の動画でレンジがチンとなっていたのはレンジかなと思いました。基本的にはもう解凍、こことかに置いて解凍してるか、冷蔵庫に入れながらゆっくり解凍するかにしてて、ほんで、それ解凍するの忘れてたらチンしてるって感じ。ね。そうそうそう、私はその日の朝に出しておくのですが、急に忙しい時がありますよね。でもレンジの解凍をすると、ミンチなんかは煮えたりもします。良ければお肉のレンジでの解凍、何ワットか。ああ、なるほど。うちのね、キッチンのこれね、あれがあんねん。何これ、13番でいつもやってんねんな。生解凍っていうボタンがあんのよ。だからその生解凍でやってるから、絶対に生にはなれへんねん。で、回れへんねん、これまで。んで、こっちは回れへんねん。だから200ワットで2分とか、そうやんな。あと、裏表、コロコロ裏表せなあかんな、あれ。だから思うけど。もう、それは、裏表コロコロせなあかんと。関係ないけどさ、この棒こっちについててほしいなと思うけど、洗うとき危ないか、それやったら。そうやな。それがこっちについてたら洗うとき危ないもんな。なんか、そうやな、200ワットで2分、そうやな、みんなどうしてんねやろな。あ、うちもこの前卵焼きの具を作りました。私今作ってます。家族に好評です。まだ具は冷凍になるのに透明が伸びてきてます。いいね。よし、皆さんのあ、気にしないでください。あ、気にしないでくださいって普通じゃないの？私も使うけど。なるほど。この気にしないでくださいっていうのは、なるほどな。これは何かと、多分あの話してんね。新人マネージャーをご飯に誘った時に、私がいろいろ話して、んで一応ご飯をおごったりして、一緒にお酒飲みながらいろいろ喋って、寝てる時に、ごめんな、急に誘ってって言ったら、気にしないでくださいって言ったっていうのは、私も使うけど、そう、気にしないでくださいっていうのは、そうやね、使うって言う時と、これ使ってもええねんけど、そこは、とんでもないです。ありがとうございました、誘っていただいてが私は正解やと思うという話ね。そこは。私がごめんな、急に誘って、気にしないでください。わっちゃうと思うんで、私はね。私はですよ。あ、私も男の子の子供がいます。ランチ配信の時に、りゅうくんがお友達と公園に行っておられましたが、何年生から子供だけで遊ばせてますか？お子様が遊びに行くにあたって、どんなお約束をされていますか？なるほど。小学校1年生の時から遊びに行っててんけど、それはマンションの下にちょっとしたスペースがあるから、そこでしか遊んだらダメだったって。ほんで、2年生の途中から、近くに公園があって、そこの公園は学校の近所やから、いつも学校に行けるんやから、そこまで行くのも大丈夫かなということで、その学校の近くにある公園は OK にして、今も4年生、どこ行ってもいいっていうのと、あと、どこどこ公園行ってくるとか、誰々と遊ぼうっていうのは絶対言っているかな。なんか友達と、まあ、誰とかまで名前言えへんけど、言ってるかな、子供は子供で。何年生からね、例えばやけどな、これ何年生がどうとかじゃないと思うね。例えば、うちの子4年やけど、4年生でも危なっかしい子、危なっかしい人もおるかもしれへん。だから、ちょっとずつ範囲を広げていくっていうのがいいかも。あと、携帯も出してるから、私も仕事してるし。キッズゲーたら。だから、なんかあったらそれで連絡を取れるようにしてるかな。そうそう。キッズゲーたらないと、やっぱさ、なんか不安っちゃ不安だよね。今どこおんのとかさ。あと、キッズ携帯ってさ、今どこサーチっていうのがついてんのよ。
なんか、言うたら、今どこどこにいますっていうのが、なんか GPS みたいな機能がついてて、それでわかんのがね、だからそれを使ったりする。色も使えへんか。どっかである程度信用してるっていうのはあるよね。信用っていうか危ない。そうやな。今まで遊んできたのを下で遊んできてたのとか、友達が遊んでるのを見てるから、いや、ことのことじゃないと。例えばお菓子持って行っても、ちゃんとゴミはちゃんと持って帰ってきなさいとか、ゴミ箱に捨てなさいとか、そういうのは持ってちゃんと、嫌とは言うてるけど、そういうことかな。どっちか言うたら。これピーマン入れるから、ちょっと、めっちゃ細かくしとこうかな。これもな、バレへんように。なんせバレへんようにやで。すごいみじん切りだね、これ。最後の最後でいきたいんだよな。行くとしたら。気になるよね。子供、私も初め、とてもじゃないけど、1年生の時なんか、公園に行くって子供も言い出せへんかったわ。だって自分も怖いんやろうね、そんな。一人で大人がついて行ってないところで公園行くの。だからよく私あれ言ってあげてた、あの運動会の代休みたいな時は友達のこともいっぱい連れて遠くの公園までみんなで自転車で、私が見守りおばさんとして、ほんで1年生2年生3年生2年生3年生とか全部公園中に連れて行ったわ、友達の代休で仲良しに。そういう時にもしっかりどんな遊びしてるか見とくわけよ。なんかどんな風にはっちゃけたり、テンション上がった時どこまでのことすんのかなとかさ。やっぱ友達とか見てても、わあ危ないなあ、危ないことすんなとかよくおるからな。それは、それはもう若子のように怒るから。そんなんしたらあかんの、分かれへんのかとか言って。絶対あかんで、そんなんしたらとかって。ヒーって言うから、そういう。ヒーって、ね。約束ごと。うん。あ、それはもう学校に行くときと一緒やな。約束ごとったらちゃんと信号見なさいとか。あと人に迷惑かけるようなことをしなさんなとか。あら。バーチンさん、いいこと書いてくださってますね。質問ではないですけど。誰でも苦手な家事はあるよね。すべて合格点は無理。料理プラス洗濯プラス掃除の合計が100点ならよしとしよう。ありがとうバーチン、嬉しいな。もうさらに育児、学校の役員、仕事もお手上げ状態。優しいお母さんになれない時もある。一人になれるのはトイレだけ。そんな時でもお母さんと呼んでくれる。その言葉で救われる。そんな時を腕枕をして添いにしています。泣きそうなるやんか、ちょっとこれ。あ、これか。ひろひなママさん。私のご褒美デーは主人がくら寿司のお持ち帰りをしてくれる時ですね。いいな。私は主人の父親と同居していて、3歳の娘と1歳の息子がいるので、毎日献立をいろいろ考えて作っています。大変やと思うわ、私それ。気使うやろうし。父は畑でお野菜を作ってくれていて、子供たちは旬のお野菜を食べられて幸せです。ええなぁ。でもたまには息抜きしたいと思ってしまいますね。そらそうや。質問は、親と同居とか理恵さんは考えたことがありますか？よかったら教えてください。親と同居。それは義理の親のことなのかなぁ。全く考えたことないし。私できへんっていうか、せえへん方がええと思う。私、自分のお母さんめっちゃ好きやねん。義理のお母さんね。義理のお母さんめちゃくちゃ好きやねん。めっちゃ大好きやねんけど、同居したら、そんなまず、今の関係がずっと続くわけはないと思う。なんか、多分。でも絶対同居せなあかんっていう風になったら、もうそこはうまいこと考えながら、そこは旦那がうまいこと、ね、家事を取ってやってもらうしかないけど、どうなんやろうな。考
られたこと、いやなんか揉めると思うで、ちょっとのことで、なんか例えばやけどさ、旦那とかだったらさ、いつもここに入れてる何このお玉を違うとこに入れてたら、いやこのお玉こっちやねんいつもとか言えるけど、お母さんにこのお玉こっちやねんって私よう言えへんわ。そういうとこは言ってへんかな、逆に言うの、逆に聞きたいわ、同居してる人って言うの、お母さんこれお玉こっちですとか言うんかな、そういうとこ聞きたいわ、このままどういう状態で。だから変に気遣いすぎてもあかんねやろうな、同居は考えてない、かといって嫌いやから同居を考えてないんじゃなくて、多分同居をしてたら仲悪くなるってくることも多いやろうなと思うこともある、それは正直、それは向こうもそう感じてると思う。やっぱさ、気遣いながら、義理のお母さんって 実の親じゃないから気使うやん、絶対どっかは。それがずっとっていうのは大変やけど、でもそれでもそういう風なご家庭たくさんあるもんね。それはそうやんか、みんなそうやってんねんもん。それ考えたらすごいわ。ちょっとこれこうして、結構な肉の量入れるからな、半分で。今日は鶏のミンチ買ってきた、あんまり動かさんとちょっと油を出さないようにするけどね。だから逆に私聞きたいです、同居されてる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、同居されててこういうところに一番気を使っているというか、あのちゃんとやっていますとかいうのと何が、人が最後か、あー最悪、めっちゃ生姜跳ねるパターン、踊る生姜御膳、手張りつく御膳。でも生姜焼いたらめっちゃいい匂いするじゃないこれ。やってみようか。なあ。でもね、私な、言うたら、まあ、女友達、ママ友みたいなんで喋るときは、もううちの義理のお母さんがもうこんなんが嫌やったとかいう話聞いてる。せやん、大変やな、それとかいう話あるやん。でも一回、うちのお母さんの友達が集まってる、言うたら60代70代80代の方が集まってるの中に私も一回混じったことがあんねんやん。で、横でずっとみんなが話してるの聞いててんけど、うちの嫁がねって言うのよ。だから向こうは向こうでちょっと気に食わないことがお互いあるんやなというね、そういう感じやわな。そりゃそうか、同性やからな、結局同棲やからな、こればっかりは難しいことだね、どうかな。でも絶対せなあかんけど、できるっちゃできるけどな。そうな、はい、次いきますね。さんままさん、老後は何をしていきたいですか、老後は何をしていきたいですか、老後なぁ、何したいかなぁ、まあ、夫婦で言って、まあ、いろいろ考えねえと、例えば沖縄行った時は老後を夫婦で沖縄でなんか住むのもええかなぁとかさ思ったこともあったけど、私がもし70代80代でもめっちゃ元気やったら、私一個夢っていうかあれやねんけど、喫茶店、子連れで来れる喫茶店をやりたい、ほんまはね、なんか
夜は飲みや、どういう状態みたいな感じです。なんかみんなでワイワイ、ママたちの都合があるみたいなのが、まあ、その頃にはそんなんなくても育児しやすい世の中になってくれてたら一番いいけどね。もうご飯にしたいのかな。でも私もう子供が大きくなって、その仕事も全然あんまほとんどなくてと思ったら、習い事もしたいかな。あ、ちゃうわ、私旦那と言うててん、この前夜テレビで、あれやってたのよ、なんかギタリストの人たちがなんか出てて、すごいテレビでいろいろやってて、なんかギター習いたいなって言ってます。ギター弾けるようになりたいわって。そんならな、旦那が自分の友達とか先輩とかも、子供が中学とかなったら、もう子供が全然もう遊んでくれへんというか、親を相手にせえへんようになるやん。だからもうお父さんたちが今もうギター教室通ってんねんって。自分に趣味を持とうということで、今までは子供に時間を捧げてきたけど、もう子供にも相手されなくなったら自分の趣味もないということで、ギター教室通ってるって。私ギターとかいきなり、そんな60代70代から急にギター始めるのっていう感じもするけど、別に年齢関係ないやんな、何でもかんでも。そんな風に言い出したらすごい、みじん切りとかパワーアップしとんな、これ。こんなに多かったっていう感じするけど、いいとしよう。これぐらいのピーマンやったら全然食べてくれそう、しっかり炒めたらね。やな、老後何をするって言って、老後何をするって夫婦で話し合う時間っていうのも楽しいからな、きっと。あんなんしよう、こんなんしようって言って、ほんでまた500円玉貯金始めてるしな。あの結婚10周年は沖縄行ってんけど、それももうあれをずっと10年間貯めて、それで沖縄旅行に10年後行こうって貯めてたお金やから、だからまたその貯金が貯まったら、まあ、それも3回目の500円玉貯金かもしらんけど、なんかするんかな。老後何したいですか。そっか、何したいやろ。だって今の体力はもうないやん、絶対どう考えたって。そうやな。でまた昔ロケ行った時にあるお家に行ったのよ。ほんならおじいさんとお話しするっていうロケやってるけど、それは墓じまいのロケやってん。言ったらお墓があるけどもう世話できへんし、墓じまいしてお寺のなんか納骨堂に入れるっていう人がいはって、でそのお話聞いて、その人のご自宅に行くねんけど、ほんならさ、そのおじいさんは80歳90何歳やねん。で奥様は今デイサービスに行ってるって。ほんなら家中の壁にさ、ちょうど今の私ぐらいの夫婦の写真がたくさん貼ってんのよ。でそれ見た時に、私30年後40年後このお父さんとこのおじいさんおばあさんみたいになんやと思って。でもそのおじいさんおばあさんはこの写真をの時代を生きてる時に40年後の自分を全く想像してなかったやろうな、とかさ、言うたら私デイサービスとか行くかもしれんや、とかさ、なんか、だからギター習いたいや何や言ってるけど、健康じゃないとギターも習われへんしな、寝たきりになっちゃってたらそんなこともできなくなっちゃうから、だからちょっと今ちょこちょこ運動もちゃんとしてるけど、そういうのも大切やな。よし、これ塩4、これ8人前やから4、塩小さじ4、1、2、3、1人前がね小さじ 0.5 やから、でこれちょっと辛そうやなと思うでしょ。これに例えば分かる、これ一回説明したけど、これが1人前やと考えて、1人前で1回分やと考えて冷凍しとけば、なんでこれを作ったか、今作ってんけど、これが最後やってん、これが最後やから、もう私これがなくなったらもうとんでもなくテンパるから、
もう私はもう何かあったらすぐこれを作るというふうに生きていますからね。はい、で次、みんないろいろ書いてくれてるからな。皆さん、こうさん素敵ですよって、みんなこうけんとさんたくさん見られてるんですね。この前20万人突破って言ってなんかやってた、それも見たらすごかったな。バストアップしたいね。今ちょうどね、バタヤンチャンネル、あのバタヤンプロジェクトでいつも腕立て伏せ、下突き腕立て伏せだったけど、バストアップ腕立て伏せに変わってるから、ぜひ皆さんそれだけでもしてくれたらいいと思います。皆さんこんにちは。村上さん、いつも動画見てます、ありがとうございます。リエさんのストレス解消は何ですか？ストレス解消か、ストレス解消か、私逆に言ったらストレスがもうってなったことあんのかな。子供がちっちゃい時はストレスがいっぱいあったけど、ストレスみたいな感じでもう自分の自由な時間が欲しいっていつもよう言ってたけど、思ってたけど、今も自分の時間もできる時もあって、子供も寝かしつけもせんでも自分たちだけですっと寝てくれる時も増えたから、逆に言うたらストレスがないっちゃないんだよな。ストレスが、ストレスがないのかな、私あんのかな、あんのに分かってないのかな、アホなのかな私は。でもストレスってどういう時に感じるってこと？例えばもう全然休みがなくてずっと働いてるとか、ずっと就業も子育ても全然休みなくてストレスがたまる。だからそれこそ自分の時間をちょっとでも持つこと、例えば夜、だから私だあの育児大変な時も、あ、子供がちっちゃすぎる時はあれだったけど、ちょっとで2、3歳になったら旦那と一緒にドラマを絶対になんか見るっていうのを決めたりしたかな。あとやっぱ女友達と喋ることかな、ストレス発散というよりも何がやってて楽しいか、友達と喋ってることかも、ワイワイ、なんか気の使わない友達ね、ママ友って人ごくりにするけど、なんか変な人もたまに混じってるやんそういう人と喋るとすごく自分にそれこそストレスたまるから、その人になんか気使いながら生きて、あのそこの集まりに行くのは、まあ、そんな人いてないけどね、昔おったりした時はあるやん、やっぱりこんだけ長いと。だからストレスがたまるようなことからまず避けることを考えたらいいんちゃう。なんか変な集まりにはもう無理くり世間体考えていかんでいいとか、もしあればそれが。私ストレスあんのかな、自分の時間を作るっていうことが大切かも、それはね。よし、もうこれ出来上がったぞ。あ、高級の YouTube の簡単な料理、レタスと豚バラだけのおかずは簡単で家族にも好評でした。ちょっと今度やってみますね。じゃあそれ、これもうちょっと火飛ばして、よし、これ冷ましながらちょっと、この刃物の部分だけは今ちょっと洗っとかなあかんけど、41分ぐらい、もう今日もノーメイクで、もう今日はもうさすがにおばさん全開で行っちゃってるから。人参シリーズで作ってみた、嬉しいな。なめろ作った、お父さんと生配信、先日クヨバさんの生配信をチェスと一緒に見てなめろ作ってくれました。お父さんすごいやん。でお父さんと一緒に見てんの、ほらお父さんっていうのは父やな、すごいね。
いつも子供たちや旦那さんが美味しそうにバクバクご飯食べてる姿を見るとお腹減ってきます。そやな、寝る前に見てたらめっちゃお腹減るやろな。本当に真面目な人だな。そうかな。しゅんくん、赤ちゃん大きくなったお母さんの真心、この YouTube 見たらこんなに愛されて涙が出るよ。そう思ってくれたら嬉しいな。岩手からこんにちは。ありがとう、いつも岩手から。今回もりーちゃんのガガガと聞けて嬉しかった。あ、レイコさん、 YouTube を配信するって楽しいばかりじゃなくすごく神経も使うだろうし、なかなか大変なんですね。でも視聴者としては本当に面白くて、高校生の娘たちもゲラゲラ笑って楽しませてもらってます。高校生の友達と見に行ってくれてんの嬉しいな。あ、先月から知り合いのいない土地で夫の転職に伴い人生初の専業主婦をしています。うちは子供がいませんし、友達を作る機会もありませんが、小幅さんの YouTube のおかげで楽しく過ごすことができています。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よしね、人参は皮と実の間に栄養がたっぷり含まれてるって。皮むかなくてもよし。はい、むいてません。そしてね、この前人参の一番先っぽのところが一番栄養があるから、そこを捨てんなって書いてたから、はい、捨てませんね。捨てたらダメだよって書いてくれてたから、それ捨ててませんからね。もうこれもうコメントないんかなあ。1ヶ月の食費はおいくらですか。1ヶ月の食費はいくらですか。だいたい5万円ぐらいと思う。だいたい4万円ぐらいやね。4万弱で、コープで1万ぐらいを使ってるかな、1ヶ月に。だから5万ぐらい。これが多いのか少ないのか分からないけど、それでも結構大量にお肉買ってやったりしてんのよ。だから1回行ったら絶対8000円はすんねん。まとめて買うからお肉とか。あれじゃなくても。コロナの時もあんまり行くない言う時も私はもうそれぐらいやったから。そうやね、だいたい5万弱、5万ぐらい。5万以上になることないかな。まあ、外食とかなったらそうなっちゃうかもしれんけどね。そうか。あ、嬉しいな。ブログでご褒美のこと読んで、金曜日を弁当にすることにしますって。いいと思う。一番金曜日疲れてるから分かります。はい、これもグー押しとこ。あ、これグー押されんや。こっちは何でもすみません。バタヤンプロジェクトで何キロ、あ、バタヤンプロジェクトで何キロからのスタートで何キロ痩せたんですか。体重が知りたかったんでした。嫌じゃなければ教えてください。しょうもなくてすみません。全然しょうもなくないですが、私バタヤンプロジェクトダイエットじゃないんですよ。私ダイエットっていう言葉を使ってなくて、バタるって言ってて、それはなぜかというと、ダイエットって体重計ばっかりので、体重ばっかり気にしてご飯減らしたりなんやかんやってやるのが嫌やから、だからこの服がちょっとでももう始めボタンも止まれへんかったズボンが履けるようになったりとか、ちょっとこの辺に余裕が出てきたりとかっていうのをやろうと思ってて、だからね、まあ、最終的に体重は多分公表するとは思いますけど、今は言いません。うん。で、対して体重は減っていません。もう。それでも私はええと思ってやっております。普通だったら8ヶ月もやったら最低でも8キロ、1ヶ月1キロで8キロ痩せてるんかなと思うやん。全くそんなに痩せてません。一応ね、言っとくと。ひー。皆さん一回これ読んでるのかな。 あ、質問、たくままさん、前に魚は解凍せず冷凍のまま焼いていると言ってましたが、生焼けにならないですか。私はずっと解凍させてから焼いていました。生焼けなれへんで。焼きながらだんだん解凍されて焼けていく。そして反対側はもう解凍されてるから、ひっくり返して焼けばちょうどいい感じになるよ。大丈夫、一回やってみて。生焼けなれへん。うん。でもし生焼けやった場合、最悪。チン。これです。
し、皆さんいろいろコメントもねちゃんと読んでますけど、今とりあえず、とりあえずじゃないけどコメント返しいうやつをしよう思ってるから、コメントのやつをなるべく読むようにして、コメントじゃあ質問で去った。ずっと動画を見ていて知りたかったんですが、ボールは全部で何個お持ちですか？私も結構ボールを使う人間なのですごい知りたいです。よし数えましょうか。私全部でボールを何個持ってるの？ここに1個あるな。ここに1個、2個あって、ちょっと待ってよ。ボール何個あんねん、数えたことないな。だからな、それこそ今度ここで断捨離みたいなのここでするときに捨てなあかんと思ってる。なんか変な白菜ついてるわ。これはザル1、2、これ大小、大小ザルで、これはこの持つとこのザル、これザル関係ないけどさ、このザルさ、よーく 見えるかな、こうね穴がいっぱい開いてんねんけど、これは昔独自の時はるちゃんとよう飲んでてんけど、昔の氷ってさ、あのわかる、このこういう四角いやつにアルミみたいなやつでそこに水入れて、こういうやつを入れてでガッシャってやって氷だ作るみたいな、そんなんやってん。そんなんじゃお酒飲むとき足りへんからということで、タッパーに氷を凍らして、でそこにここに氷を入れて、こうやってアイスピックでどん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 氷作ってて、おっきめのそん時の穴だから長いこと使ってるからね。全部で使うのかな。これがボールと、これはなんか調味料入りみたいなんでさ、なんかもう結婚したばっかりで、これで全部や。よし、ザルが 1,2,3,4,5 ね、これとこれはセット。ほんでボールが 1,2,3,4,5,6,7,8,8 個。ほんでお米とザルも1個ある。こん中で待ってよ、こんなん使った試しないで、いやのじゃ。ちょっと今度そのくらいでここちょっと全部するわ。絶対使ってんの、あの絶対用使うやつって決まってるからな。大は小を兼ねる言うから、もう小はほとんどいらんちゃう、いらんバージョンあるからな、ね、大は小を兼ねるパターンで言います、ね、うん、そうするわ。今何個って言ったか忘れたけど、とりあえず8個か9個ボール、ザル4ね、そんな感じ。質問させてもらいます。西のことぶきさんって書いて何て読むんでしょうか、ごめんなさい、わからないですけど。一番辛かった仕事は何でしたか？芸人さんを辞めようと本気で考えたことありますか？あります。小原さんとコンビを組んでて全然売れなくて、ほんで小原さんに私もコンビ解散したいって長い手紙を書いたら、小原さんが読まずに捨てたっていう、もう黒柳さんからみたいな感じやけど、食べへんと捨てたからな、あの人。だからそんなの解散するわけないやろみたいな、目の前で破ったわけじゃないと思うけど、覚えてないけど、私もその時はね、1回2回ぐらい辞めたいって言って、1回目はチーフマネージャーまだピンの時に、私多分もうずっとやっていく自信ないですって言ったら、いやお前絶対続けろって言って、もう絶対辞めたらあかんって言われて、いつも怒ってるマネージャーやったのに急に私のこと褒め出して、何や、あなたにいつも怒られてるから私はやる気がなくなっててんけど褒めるんかいと思って、ほんでなんか私も頑張ったらいけんのかなと思って頑張ってたけど、やっぱで小原さんとコンビ組んでる時にやっぱりもうこんなんやっててももうやめるんやったら早いうちがいいかなと思ったのよ、なんか。ほんでもう2回目小原さんに言って、で3回目やっぱりやめようと思ったの。私もやっぱりやめようといろいろ考えて、あ、絶対後悔せんかなとかいろいろ考えて、よし、やめようと思った時に電話が鳴ってん。それが昔のバイト先の先輩で、ほんで、
喋ってたら元気ないやんって言うから、いや実はねって言って、ちょっともうやめようと思ってるんですって言ったら、絶対やめたらあかんって言われたの。絶対やめたらあかん、お前絶対大丈夫だから、絶対やめたらあかん、絶対やめたらあかんって、いろいろまたそこで褒めてもらって、ほんで今があるって感じ。だからあの時になんか良かったんかな。だからあの時に全然何年かぶりに電話がかかってきたから、だからそれもあったんやろな。一番辛かった仕事なんですか。一番辛かった仕事か、何かな。なんか変な島とか行ったのもあったけど、あれはあれ楽しい思い出になってるしな。辛かった仕事、ほんまに辛かったっていうか、何なのこの仕事と思ってやったのが、24時間フレンチキスをし続けたら相手のことを好きになるかどうかみたいな番組があって、昔深夜、それあれ何やったんかなと思う、ほんまに。あれはさすがにいいやったな、今考えたら。何の仕事やったんかなと思うね、うん。そのディレクターさんもちょっと頭おかしかったやんや、そんな企画立てて、ほんまに。質問。質問か、質問、質問。質問は、芸人していなかったら何の仕事したいですか。何やろ、居酒屋居酒屋かな。居酒屋のなんかやつか、それか保育士さんじゃないねんけど、さっきも言ったけど、老後何をしたいっていうような、そういうやつかな。たくさんのママたちを集めてワイワイ喋るというようなことがしたかったかもしれへんな、今やったらね。コメント返し嬉しいです。はるなさん、小学3年生の息子のママです。ここのところ少しのことでもイライラして、旦那にも息子にも優しい口調で話せなくなっています。そんな時あるよな、言い過ぎてしまうというか。そして夜一人反省して泣けてきます、この繰り返し。わかりますよ。クワバスさんも、子供や旦那様にイライラした時どのように対処していますか、アドバイスお願いします。そんな時もあるよんだって、ない、そういう時も。そういう時もあるけど、そやな、あれなんやろ、ほんまこんなん言うたらあれやけど、ま、生理前とかもうすっごいイライラするからな、自分でも頭どうなってんねんっていうぐらい。そんな時ないですか。だからそういうのもあると思うねんけど、違うんかな、対処法ってないよ。でもやっぱりあのこの前のコメント返す時も言ったけど、なんか自分が悪いなと思ったら、あの時はごめんねって冷静になった時に言うのがいいと思う。もうイライラした時抑えられるのが難しい。ただこの前番組で藤岡弘さんが、視聴者からのメールで、今介護をしてて自分の母親ので、どうしてもイライラしちゃうことがあるんですけど、藤岡さんはいつもイライラしてませんけども、どういうふうにしてあのイライラを抑えてるんですかとか、なんでそんな朗らかなんですかって言ったら、私もガンガン胸に突き刺さってんけど、やっぱり子供に対してもね、親に対しても、人に対して、友達に対しても、尊敬と思いやり、尊敬と思いやりを持ってたらって言ったのよ。そうなんだよ、思いやりはわかんねんけど、尊敬やねん。やっぱり尊敬する気持ちをちゃんと自分が持ててない時に、なんかイラってしてしまってんのかな、どっかで。だから尊敬、いいところを、普段からこの人のいいところをたくさん見とくっていうのもいいのかもしれへんよね、尊敬できる人。もうお肉の回答もう一回来たな、さっき言ったね。
早速質問したいです。私は娘が2人です。男の子がいません。長女に男の子が生まれて初めて男の子の子育てを間近で見て、どういうこと？私は娘が2人です。2人いてるな。男の子がいてません。ああ、娘さんがいてて自分は男を育てないと。でも自分の娘の長女が、言ったらもう大きくだって、男の子が生まれて初めて男の子の子育てを間近で見て、まあなんて可愛いの、女の子は ない可愛さで、もう会うたびにメロメロです。リエさん、男女を持つ母としてはどうですか？男の子と女の子どっちが育てやすいですか？話は変わり、高健哲さんのレシピは本当に美味しいですよせやんね、私も見ますね、見てますけど、男の子と女の子どちらが育てやすいですか？どっちも一緒かな。これ男女に2種類に分けるっていうことがそもそもおかしな話で、まあ同じ子供やけどやっぱ違うのが、戦いごっこをするお兄ちゃんたちとお人形遊びをする娘を見て、あ、やっぱりこんな風にするんやって思うけど、でも下の娘もあのお兄ちゃんと一緒に戦いごっこやってるからな。でもあれ戦いごっこやけど、お兄ちゃんはわざと負けてくれとるからな。そればからんと自分強い思ってるからな、ほんまに。どっちが育てやすいもない。でも、どうなんやろう。男の子は可愛いって言うけど、ほんまに可愛いし、一番下の娘も可愛いし。今のところ男か女かってね、もうちょっとしたら出てくんのかしら。男かこう、女かこうっていうのがね。もうそろそろ1時間ぐらいになるから、またこれなんかに小分けした方がいいんかな。なんかここのコメントに出たら、こんな話したなと、まあ、制服のシャツの話頭いいですねって。そうそうやな、頭おかしいよな。バタヤン、うちも同じぐらいの3人の子供がいて、自分も仕事がある朝はバタバタして時間通りに進まないとイライラして怒って怒り出すことがあります。私もやね。毎日食事をするとき肘をつかないとか、お皿を持ってとか、何百回言ってもまたすぐ元通り。ほんまやね。言わなくなったらしつけとして良くないし、いつになったらできるようになるとか、毎日毎日同じことばかり言っています。バタヤンも食事風景の時に注意している場面を見て同じだなと嬉しかったです。やっぱり言い続けることが大事ですかね。そうなんだよね。この人のコメントのところに誰かが、あ、これにはできへんのか、私がこれシムなしのあれで見てるからこっちに行けへんねんな。そうやな。だからほんまはなんで肘ついて食べたらあかんかっていうのをちゃんと、肘ついて食べたらあかんって私言うけど、こうやから肘ついて食べたらあかんって言わなかんねんな。行儀が悪いからって言わなかんねん。てか一回さ、こうやってお茶碗置いてこうやって食べてる時あって、そんなん犬の食べ方やでって言ったら、もうにちゃんとお茶碗持ち上げなさい、そんなん犬やでって言って、ほんなら、犬はお箸使って食べねえしって言われたからな。はぁみたいな。それはね、次男に注意したら長男が言ってきようね、ほんまに。何やそれ、言い訳もちょまいしてきようか。こんなもんなのかな、コメント返し。なんかみんな今コメントなんていうの、あの質問じゃないやつもちゃんといつも読んでるんですけど、嬉しいな。なんだこれは。前に聞いてやってるんですが、かよこっちくんかよこ、肉じゃがの肉はあらかじめ砂糖をまぶして揉んでから煮ると肉が硬くなりにくいそうです。その分煮汁の砂糖は減らしますが、試してみてください。そうな、やってみるわ。あ、これで終わり。あゆようさんが1個目って一番初めにコメントしてくれたんや、ありがとう。あゆようさん、ということで、一応コメントをすべて、この時のコメントをすべて読むことができました。まあ、参考になる話をしているのかどうかということになりますけれどもね。そしていい感じでこれも冷めてきたので、もうちょっと冷ませなあかんけど。
はい。ということで皆さん、ありがとうございました。コメントをたくさん。またこれをやっていきたいと思います。もう聞くことないかな、わからんけど。またコメント返しみたいなのやりますので、お願いいたします。ありがとうございました。